はい、お願いします。ということで、8月8日のですね、マンスリーがですね、はてなはてなはてなになってまして、まあ、セレクション関係が来るんじゃないかと言われてた中で、今回、告知が来ました。プロスピーセレクション20周年スピリッツ開催決定。このセレクションでは歴代プロスピシリーズのパッケージから選手が選出されてるよということで、で、まあ明日のね、水曜日夕方6時からですね、登場選手の先行公開がされるというところで、まあこちらのチャンネルではですね、過去の、オリックスのパッケージ選手っていうのをちょっと振り返って、まあ僕なりの予想をしていければなと思います。ということでね、過去のプロスピをちょっと一個ずつですね、パッケージ画像を検索しまして、その時に出ていた選手っていうのをまとめていきたいなと思います。で、まず2004年はですね、キンテスとね、ブルーウェーブがどちらも存在してたということで、これは中村のりさんと、まあ、ちょっと画質荒いんですけど、これ谷義知選手ですかね。はい、ということで、2004年からはのりさんと谷義知選手で、次がですね、2004クライマックスっていうのあるんですけれども、その時は選手がパッケージ化されてなかったので、プロ野球スピリッツ2からですね、このプロ野球スピリッツ2に関しても、はい、谷義知選手ですね、谷選手が2年連続選出されております。はい、プロ野球スピリッツ3に関しても、なんと谷義知選手3年連続の選出となってます。なんかこの時点で結構可能性高そうな気がしますね。はい、プロ野球スピリッツ4ということでですね、ここはなんと清原選手が登場しております。いやー、これ清原選手出たら結構熱いっすね。はい、プロ野球スピリッツ5はだいぶ画質見づらいんですけれども、タフィーローズ選手が登場しております。はい、そしてプロ野球スピリッツ6も、こちらも2年連続でタフィーローズ選手が選出されております。プロ野球スピリッツ2010はですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、ここに坂口選手が登場しております。まあ、ここまで全部野手ですね。はい、プロ野球スピリッツ2011、ここでは T 岡田選手登場しております。まあ、この年確かあれかな、ホームランを取った次の年の T 岡田選手かな。 TS で過去でも登場してるっていうところがあるんで、もしかしたらこの辺は結構可能性としては高くなってくるんじゃないかなと思います。はい、2012ですね、2012に関しては後藤選手が登場しております。はい、2013年は2年ぶりに返り咲き、 T 岡田選手が登場しております。はい、2014年はどこ、あ、ここですね。2014年に関しては金子千尋投手が登場しておりますが、金子さんに関してはね、今シリーズも TS ですでに登場してますので、可能性としてはほぼゼロかなと思います。はい、2015はどこだ ?2015 は、おーっと、ここで、糸井選手。糸井選手出たらね、欲しい方多いんじゃないですかね。一応ね、パッケージ化もされてますし、2015年ってことは2014年査定で登場するのかな。確か2014年って打率だいぶ高かった年だと思うんで、そうですよね、2014年査定で登場したらキャリアハイなんで、いやー、これは欲しい方多いんじゃないですかね。一番来たら能力的には一番熱いと思います。はい、そしてパッケージ2019ですね。2019は吉田正尚選手がここで登場してますね。なるほど。正尚選手も、まあ持ってる方ね、まあいるっちゃいるとは思うんです。ただね、オリックス純正最近始められた方っていうのは正尚選手ね、持ってない方も多いかなと思うんで、まあここはね、結構スピリーグ前の大チャンスっていうところかなと思います。はい、ということで最後、記憶に新しい2021年グランドスラムに関しては山本由伸投手というところなんですけれども、まあそうですね、ここに関してはまあワールドスターで登場もしますし、まあ年数も近いっていうところで可能性としては低いかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ印象的だったのはね、前半の谷選手3年連続選出っていうところと、まあ、清原選手と、あとは糸井嘉男選手、この3名が、まあ、特に僕的には印象に残りました。まあね、プロスピの能力的なお話をすると、谷さんは、まあ、中断道っていうこともあってあんまり出番ないかなと思いますし、
まあ、清原さんね、あのプロスピー初実装っていうところを抑えたらかなり熱いし面白いとは思うんですけれども、まあ、あの晩年の能力っていうところで、まあ、あまりステータス的なところはちょっと低めの査定になってしまうかなと思います。で、まあ、タフィーさんもね、去年出たんでね、なかなかこのスパンでの登場、まあ、オリックスバージョンっていうところを考えたらあるかもしれないんですけれども、まあ、ただ2年ね、登場してるっていうところはありますね。っていうところも含めて、僕が予想する、登場する選手っていうところを、一応3人まで絞らせていただきました。で、まず1人は谷義知選手ですね。まあ、あのパッケージ登場回数が一番多かったんで、まあ、可能性としてあるかなと思います。で、2人目に関しましては T 岡田選手、まあ、T 岡田選手去年 TSA 出た以来、まあ、出てないですし、まあ、ホームランを取った時の査定で登場するんじゃないかなっていうところでございます。で、最後が、糸井選手でございます。糸井選手ね、結構ね割合高いんじゃないかな。でとりあえず僕的には、まあ、出て過去のものがあるので、まあ、スピ解放っていう方法がありますんで取りに行くとかそういう感じではないんですけれども、糸井さんが最後に登場したのって2021年の TS っていうところで、もう3年出てないんですよね。まあ、間で阪神日ハムっていう登場はあったので、まあ、次登場するとしたら、まあ、一番歴が離れてるオリックスかなと。で、まあ、そのスピリーグ1ヶ月前っていうこともありますし、まあ、ここ2、3年でね、やっぱ純正をする方増えてると思いますし、オリックス純正を始めた方もかなり多いと思うんですよ。まあ、この3年っていう期間がありますんで、糸井さんを待ち焦がれてる人ね、めっちゃ多いんですよ。僕が生配信してても、やっぱり糸井さんが出たら、ね、もう絶対取りに行くっておっしゃってる方とかもいらっしゃるぐらいなんで、まあ、糸井さん出たら、オリックス純正界隈はざわざわするんじゃないかなと思います。ということで、こういう感じで予想をさせていただきました。まあ、本命をじゃあ糸井さんにさせていただきましょうかね。本命糸井さん、対抗谷さん、T 岡田選手。まあ、ピッチャーの可能性はほぼゼロかなと思います。オリックスの枠は野手で来るかなと思いますので、はい、明日の選考発表、まあ、ちょっと動画上げる頃には今日なってるかもしれないですけれども、楽しみに待ちましょう。ありがとうございました。